今年は結構たくさん、まあ、ジュニアの方もトライアウトを行ったからなんですけれども、たくさん参加してくれたので、あの皆さんが興味を持ってその東京に向かおうとしてるんだなということが分かってすごく嬉しかったです。リオからやはりここっていうところじゃなくて、もう全部がレベルアップしていかないといけないと思うんですね。その基本姿勢から身体難度、それから手具操作、そういったものをやはり今の段階よりも2つぐらい上げていかないとメダルには手が届かないと思いますので、全体的なレベルアップっていうのを目指したいと思っています。